静岡県富士市の道の駅富士川ラクザでは、通算の来館者が77777 77万人に達し、記念セレモニーが行われました。2000年3月の開館から数えて77777 77万人目となったのは、静岡市清水区の滝秀子さんです。 施設を訪れた今月10日は天気も良く夫婦でドライブをしている途中に立ち寄ったそうです滝さんには記念品としていちごやカリフラワーなどの富士市の特産品セットと富士市で生産されているトイレットペーパー100個そして旅行券7万円分が贈呈されました明日は先着777人に大観覧車が無料開放されるということです